火星上の人類着陸船と火星基地有人火星探査とは友人による火星探査である。火星探査はこれまでにも無人探査機で実施されており火星の気候や地質の調査が進みつつある。そのため単に科学的な調査を目的とするのであれば友人である必要性はなく人類の活動権を拡大するという象徴的な意味が多くなる。これまでにも 複数の有人火星探査計画が策定されてきた。1948年にベルナー・フォン・ブラウンのグループはすでに火星への惑星間飛行への構造を発表していた。ベルナー・フォン・ブラウンをはじめ多くの人々が有人月探査の次のステップは有人火星探査であると考えてきた。有人探査の賛同者は人間は無人探査機よりも幾分優れており、 有人探査を進めるべきだと主張している。アメリカ合衆国のブッシュ大統領は1989年に月及び火星の有人探査構想を明らかにしたが多額の予算を必要とするために断念された。また、ブッシュ大統領も2004年1月14日に宇宙探査の将来と題した新たな計画を発表した。これによるとアメリカは二千十五年までにもう一度月に 有人探査機を送り、その後有人での火星探査の可能性を探ることとなっていた。また、ロシアも将来的に有人火星探査を行うことを予定しており、技術的、経済的に判断して2025年までには実現可能であるとしている。さらにエサも2030年までに人間を火星に送るオーロラプログラムと呼ばれる長期計画を持っている。 特にネックとなるのは火星への往復と滞在期間の合計で1年強から3年弱という月探査とは比較にならない長期間のミッションであることと運ばなければならない物資の量である。このため火星の大気から機関用燃料を製造する無人工場を先行して送り込み、有人宇宙船はオーロ分のみの燃料で火星に到達し探査後に 無人工場で製造されていた燃料で帰還するというプラン、マーズダイレクトなども提案されている。2010年、オバマ大統領はコンステレーション計画の中止を表明したが、同時に予算を新型のロケットエンジン開発などの将来性の高い新技術開発に振り向けるとしており、より短期間で火星に到達できる航行手段が実用化されることが期待される。また、 同計画の代わりに、オバマ大統領は、2030年代半ばを目標に、した、新たな有人火星探査計画も発表している。火星探査は、近年根強く実施されているが、前述のように探査計画の約に、3が失敗に終わる上に、莫大な予算がかかるとして批判する声も大きい。火星に、水がかつてあった。それがどうした 我々の生活に関係あるのか予算を地球のために使うべきだというようなものである。実際には国防費の1、20以下の NASA の予算のさらにごく一部が火星探査に割り当てられているに過ぎない。しかし、こうした声を無視することもできないため、探査計画の低コスト化が進められている。マーズ500とは将来の友人火星飛行の際、 宇宙飛行士の人体や精神にどのような影響が出るのかを研究するため行われた実験である。実験は2010年6月、欧州宇宙機関とロシア医学生物学研究所が協力して開始された。実験に参加した6名のクルーは外部から隔離された模擬宇宙船の中で5020日間を過ごし、2011年11月に実験は無事に終了した。 実験中には、地球と離れて更新する際の遅れなども再現され、火星に降りるシミュレーションも行われた。マーシャンパイラテッドコンプレックスは、ホーマン繊維軌道を飛行して、火星軌道に入り、着陸船が着陸後1年間以上滞在して、地球に帰還する予定だった。初期の見積もりでは総重量は1630トンで、再突入船はわずか15トンで30ヶ月で地球に、 帰還する計画だった計画された N-1 ロケットの重量は75から85トンで20から25機の N-1 を使用する予定だった。TMK は着陸せずに火星と金星を有人探査するソビエト連邦の宇宙探査計画である。TMK-1 は1971年に打ち上げられ3年間の飛行を行い、 火星のフライバイの際にはプローブを投下する計画であった。TMKE マベア KK では金星フライバイ、電子推進、有人火星着陸が提案されていた。TNK 計画はソビエト連邦がアメリカ合衆国の月着陸に対抗するものとして計画された。前身のマーシャンパイラテッドコンプレックスは1956年に提案された。 利用予定だった N-1 ロケットが成功しなかったため計画は実行されなかった。マーズダイレクトは1990年代のロケット技術のみで比較的低コストで実現可能な案として提案された火星有人探査計画。1980年代までの有人火星探査構想は地球低軌道の宇宙ステーションや月面基地で建造される 巨大宇宙船を前提としたものがほとんどであり、当然ながら莫大な予算と多数の革新的技術を必要としていた。ブッシュ大統領が1989年の月着陸20周年記念式典で月及び火星の有人探査について語ってから3ヶ月後にアメリカ航空宇宙局が提示した通称90日レポートもその例外ではなく、 火星での滞在期間1ヶ月を含む往復18ヶ月のミッションの予算を約4500億ドルと概算している。マーズ1に引きれられる宇宙飛行計画は2012年に発表され、4人の宇宙飛行士を送る予定。ただし、ランスドルプ自身は火星移住に参加しない。団体は2011年に設立され、ノーベル物理学賞受賞者のヘイラルトとホーフとも、 アンバサダーとして加わっているという、ありがとうございます。